ステファン3世は、14世紀のカバイエルンランツフート公、ウェバイエルン・インゴルシュタットシステファン2世とシチリア王フェデリーコ2世の娘、イザベッラの長男。神聖ローマ皇帝ルートビヒ4世の孫、フリードリヒ、ヨハン2世の兄、フランス王妃、イザボード・バビエールの父である。1375年、父の死に伴い領土を、弟のフリードリヒ、 ヨハン2世と共に相続した。1392年には領土を3分割し、ステファン3世はインゴルシュタットを、フリードリヒはランツフー島、ヨハン2世はミュンヘンを治めることになった。1395年にヨハン2世と争うが、1397年にヨハンが死去したため、その領土を併合しようとして、ヨハンの二人の維持、エルンスト、 ビルヘルム三世とも、対立、1398年、プファルツ選帝公ループレヒト三世への仲裁で一旦、和睦、1402年に、最終的に相続を放棄した。1410年に、父が逃したチロルに攻め込んだが、こちらも失敗した。1413年に死去し、ルートビヒ七世が後を継いだ。1364年に、 ミラノ選手ベルナボ・ビスコンティの娘タデアと結婚した。ルートビヒ7世、イザベラ1385年にフランスオーシャルル6世と結婚。1401年にクレイフェコ・アドルフ3世の娘エリーザベトと再婚した。子供はいない。ありがとうございます。